小川俊明様よりメッセージをいただきます。小川様、よろしくお願いいたします。日増しに靖国の新緑も色濃くする中で、今日国連先住民族勧告の撤回を実践するこれだけ多くの皆さんの撤収があったこと、とても意義あることだというふうに思います。私、先ほどからアイヌの法律についてのお話がちょっとありましたけども、私、あの法律もちょっとおかしいんじゃないかと思うんですね。民族というのは、民族独自の習慣と言語と、それから宗教を持って日々生活を送っている人が何々民族というわけですね。北海道に行って、アイヌの宗教、しかもアイヌの生活習慣、文化を守りながら、アイヌの宗教に基づく日常にして生きている人は果たしているのか。これもおかしな、私は、国会の歌詞であったのではないかなという気がいたします。ですから、今回の沖縄県の、この先住民族勧告ということについても同様のことが言えるのではないかというふうに思うわけで、平成20年に国連がこういった勧告を出したということを、国民はほとんど知らなかったわけですけれども、外務省は一体どうしたのかという気がいたします。これはさっきからお話出てますように、南京もそうですし、慰安婦もそうです。あらゆることで国連の分担金は仕事が取られていながらですね、このユナイテッドネーションという連合国に、これだけ日本を貶める、この間は日本の皇室にまで手を伸ばしてきて、事実に反する日本の歴史や国体を知らない、そういったものを勧告のような形で出そうとしたわけで、外務省というところは全く私は戦後闇に包まれた、戦後の大きな闇がそこにあるような気がいたします。ですから国会は立法府だという先ほどおっしゃいましたけれども、しかし国会議員が内閣を組織しているわけで、憲法には行政権は内閣に属すると書いてありますから、まさに行政府は、独自の判断で処理することはいくらでも可能でありますので、私はそういった面で、国会の議員の皆様には私の地方議員の立場から大変大きな期待をするわけです。誰とは言いたくないんですけど、麻生太郎という人がいましたが、あの人はですね、天皇を侮辱し、貶める漫画である、裸足の弦、この英訳本を持ってですね、国際会議に行って、片っ端から世界の首脳国の代表に配ってたんですね。これは立派な本だと、ぜひ読んでくれです、英訳本。誰とは言いません。麻生太郎という人ですよ、外務大臣。日本のありもしない戦争犯罪を告発すると言って、しかもその元は天皇だと言って天皇を侮辱する、貶める、こういった内容のものをですね、日本の外務大臣が外国の首脳に配りまくってたんですから、そういったことがね、今回の問題にもまた感じられるわけですね。国民は税金を払って国会の先生方に期待をしてるわけですから、給料分の仕事はしてもらいたいんですよ。ぜひお願いしたいと思います。それから、立たせていただいたついでです、ついでなんですけども、私は沖縄に関することで非常に気になることはですね、産経新聞も同じ間違いを犯しているんですが、日本国土の沖縄は 0.6% の面積に米軍基地の 74% が集中しているという、このデタラメ、この中にはですね、横須賀とか厚木とか三沢というのは一切入ってないんですよ。しかもアメリカの原子力空母が保護にしている横須賀も入ってないんですよ。米軍が占領で占用して米軍だけが使っている基地が 74%、 実際これをですね、数字を正確に言えば 22.4% なんです。沖縄にある米軍基地は、そういったこともですね、どうしてそういう間違いがこれだけ流布してしまうのか、非常に不思議です。それからもう一つはですね、
先ほど順中のお話がありましたけれども、守礼の門、この守礼の門の前で私たちよく民間の人とか愛国者もですね、観光で行ってあの前でピースなんて言いながら記念写真撮ってる、私はアホだと思うんですよ。あれは民国のですね、作法師を迎えて、その琉球王国の王様がですね、いわゆる信濃民国から琉球を認めるという、その施設を迎えるために、守礼の国、前たちはよく琉球国は貢ぎ物をして民国の属国としてよく働いてくれると、忠義を尽くしてくれると民国にね、よく礼儀を守る国だと言われたと琉球の王様が喜んで、札幌市を迎える守礼の門というのを作ったわけですよ。屈辱的でしょ。でこれもですね、キリスト教歴、八坂教歴の2000年にですね、2000円札というものを出したいというダジャレですよ。2000年に2000円札を出すなんて大西圭造って人ですよ。でそこに守礼の門が印刷されてるんですよ。日本国の総理大臣がですね、守礼の門を2000円札に日本国のお札に印刷するということは中国の属国だということを日本国の総理大臣が認めたということになるんですよ。こういうことをなぜ正さないのか、外務省、政治家はそういうことを言ってたらいらっしゃいますけど勉強してない人がいましたらね、そういうことを2000年だから2000円札出そうかなってすぐ有権者に受けようと思ってそういう活動をするわけです。しかしそのことがどれだけの意味を持つかということをよく考えるために官僚やですね、勉強がちょっとできた帝国大学を出た人がたくさんいるわけですから、そういうことをちゃんと教えてもらいたい。正しいの言語を加わるとまずいですよとかね、2000冊に守礼の門を印刷するとまずいですよということです。それで私はですね、今度の沖縄の問題で私は昭和47年に発行された大東塾のですね、民族派の虚勢と言われた影山雅治さんが沖縄の光と影というのを昭和47年に出してるんですね。で昭和46年の復帰直前に約2週間ほど沖縄に、各界の代表と交流するために出かけて行かれたのが一冊まとまっています。そこにはですね、日流道祖ということが書かれています。沖縄の神話によれば太古の時代に奄美清志新月清のニシンがやってきて島々を創生したと言われている。このニシンの神の故郷は、神の国大和と考えてよいだろう。あらゆる点から考察して日流は明らかに道祖であり親子関係または兄弟関係であると書かれています。そういったことはですね、言語学的にも、紹介されて、日本と琉球、いわゆる日流は道祖だということで論じられています。で最後にですね、沖縄の神道と神話ということで非常に参考になると書かれて、今大東塾出版にあるかどうか分かりませんけれども、私は昭和47年の復帰以来これすぐに求めて読みまして、今でも私の沖縄問題を考えるというのが原点なんですね。ですから皆さんもしですね、ご興味のある方は、大東塾出版の影山雅治著、沖縄の光と影、これをお勧めして、地方議会での意見書決議の可決に向けて努力したいと思います。ありがとうございます。